どうも、トコマカナタです。ヒットザワールドですね。初めて、3日目になりました。前回ですね、ギルド加入できるレベル15までを、紹介したんですけども、今レベル34まで上がってですね、結構楽しくヒットザワールドしております。自分はですね、サーバーヒューゴ2体験でですね、トデイズっていう名前でやってるんですけれども、今回はですね、今から始めようと思っている方、そして始めたばかりの方にですね、攻略チップスとしてですね、最初に知っておいた方が効率的に進める内容を10個用意したので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。では、行ってみましょう。はい。まずですね、全体設定についてです。メニューを開けるとですね、こちらに設定ってあるんですけれども、当たり前にですね、グラフィックの設定だったり、サウンドの設定とかもあります。あとはですね、戦闘の設定ですね。ここでですね、いろんな設定してもらえればと思うんですけども、また、後からですね、ご説明しますが、ポーションのですね、設定とかもここで、どれくらいでですね、ポーション、使っていくかという設定もあったりするので、そういったところを最初に設定したらいいんじゃないかっていうところと、次にガチャの説明をするんですけど、こちら左下のところですね、召喚演出、最初見たら結構面白いと思うんですけど、もう一回見ちゃえばですね、どんどんサクサク召喚、ガチャしていきたいと思いますので、人のクラスの召喚、ペットの召喚ですね、演出スキップしますかって最初からスキップします、しようって設定できるので、ここ最初に設定してみてもいいんじゃないかなと思います。はい。ではですね、今回、レベル15からレベル30までっていうことのですね、攻略チップスご紹介していきたいと思うんですけども、普通にですね、どんどんこう楽しくて前に進めちゃうと思うんですけど、効率的に進めるためにはですね、やっぱりガチャでですね、どんどん、いいクラスだったり、いいペットっていうのを召喚した方がうまく進められると思いますので、レベル15になる前やレベル15になってきたらですね、もうすでにしてるとは思いますが、ガチャを回してですね、いろんな、クラスだったりですとか、ペットっていうものをですね、召喚して、そして合成でですね、強いキャラをですね、作っていった方が、効率的に進められると思いますので、早い段階でですね、まだガチャ合成してないよって方はガチャ合成した方がいいと思います。はい。そして三つ目ですね。回復薬ですね。この右下のところ、回復薬。これは自動で設定されるんですけども、ここにですね、結構ストックを入れてた方がいいですよっていうことですね。ちゃんと回復薬をセットして、全体設定でですね、どれくらいで使うのかっていうのを、設定していただいております。あとですね、ゲームですね、したことある方は結構わかると思うんですけど、したことない方ですね、この真ん中の下のところ、右下の方がですね、こうスロットって呼ばれるところですね、バフって呼ばれるものをセットできます。こちらもですね、攻撃力アップ、防御力アップ、速度アップっていうところでね、右下にですね、セットできますので、セットの仕方としてはですね、カバンの中のセットしたいアイテムを押して、スロットを押せば簡単にセットできますので、セットしていただくと。そして、左の方ですね、スキルのセットですね、基本的にですね、自動戦闘をすることが多いと思うんですけども、その中ですね、スキルをセットした上で、これですね、上にちょこっと、三角マークなんですけど、これ上に上げると、こういう風にですね、ピカピカ、ぐるぐるが回りまして、使えますよって予約ができますので、基本的にですね、自動戦闘をする際、普通の戦闘は、上矢印にこう、三角のところにですね、こう、フリックと言いますか、していただいて、セットしていただければと思います。はい。あとですね、これちょっとしてた方がいいなーっていうものですね。ショップですね。ショップなんですけども、課金する方、課金しない方いると思うんですけど、結構ですね、課金しない方でもですね、いろいろもらえたりする仕組みがあります。で、一番最初にやった方がいいもの、ショップ一般のスペシャルの中にですね、
30万円かな、まあ、30万円でいいかわかんない、そう、あの、買えるリングが2つありますので、これ結構最初にですね、持っていた方がいいリングになりますので、この2つのリングですね、最初に買っていただければと思います。あとは進める中でですね、強い敵が出てきた時に、まあ、こう、逃げたいとか、すぐ戻りたいとなった時に、今度は左上ですね、この星マーク、ここにですね、ブックマークを入れることができますので、ブックマーク入れたいところはですね、特に街とかは、ブックマークを入れてですね、1移動魔法の書っていうものがあれば、すぐ、街に戻ることができますので、こちらですね、ブックマーク、はい、登録してみたらいいと思います。あとは、まあ、効率的に狩りを進めるものとして、右の方ですね、この、はい、ぐるぐる回っていない、剣がぐるぐる回っている、こちらですね、右下の方。まあ、この自動戦闘っていうのは、まあ、もちろん、もう知ってる方多いと思うんですけど、自動戦闘ができますと、まあ、これがいわゆる放置狩りって呼ばれるものですね。放置狩りと放置モードってあるんですけど、まあ、放置して狩るのが放置狩り。これがですね、まあ、経験値アップ、レベルアップに、一番役に立つと思います。そして、今度は逆ですね。こちら、左の方にある放置モードっていうものがあります。放置モードですね。放置モードっていうものにすると、勝手にですね、最大72時間、自動でですね、狩りを進めてくれるモードになるみたいなんですよね。これですね、なんで、ちょっとゲーム進められないという時もですね、自動プレイ進行中ということで、まあ、放置狩りに比べたらですね、経験値が少ないみたいですので、まあ、放置狩りできなかったら放置狩りがいいと思うんですけども、経験値が高い、その場所で狩りをする、放置狩りっていうものと自動戦闘ですね。あとは勝手に、72時間最大狩りをしてくれる放置モードっていうものが存在しております。はい。はい、戻ります。あとはですね、今度は右下の設定のところにマナーモードっていうのはですね、まあ、これ何なのかなーって思ったらですね、これ正直あんまり気にしなくていいと思うんですけど、自動戦闘をするとですね、モンスターを敵を勝手に狩りするんですけど、マナーモードっていうのは、人がですね、他の人が、飼っているモンスターは攻撃しないよっていうものになります。まあ、マナーモードただ使用オンにしてる方って少ないと思いますので、ちょっとですね、人が飼っているモンスターをちょっと狩るのは申し訳ないなっていう方はマナーモード、オンにしていただければと思います。はい。あとは左下の方にですね、自分今レベル34、攻撃力110、防御力51、真ん中の命中が50ってなってるんですけど、結構レベルが上がりにつれて、命中を確保しないとですね、攻撃ミスしたりするんですね。まあ、で命中だけじゃないんですけども、結構レベルが上がってきたらですね、まあ、結構これもいろんなとこで見てるので知ってると思うんですけど、普通のメインクエストと合わせて、街にある猫のですね、ルチェオ商談の依頼っていうものもそうなんですけれども、探索手帳っていうのをどんどん進めてみたらいいと思います。探索手帳っていうことで、モンスターをですね、たくさん狩るとですね、どんどんこう、その場所で狩っていくことによって、まあ、1段階、2段階、3段階ってあるんですけども、攻撃力を上げたり、命中を上げることができます。で、大体5段階まであるんですけども、命中がですね、大体3段階に設定されてますので、自分のおすすめとしてはですね、一気に進めるっていうよりは、3段階の命中をですね、どんどん進めて、命中を確保して、ミスがなくなった段階で、4段階、5段階も進めてみてはいいんじゃないかなと思います。はい。あと、レベル15からギルドに参加できるんですけど、ギルドに参加できる良さとしてはですね、パーティーが組みやすいと思います。何か一緒に活動しなくてもですね、パーティーをただ組むだけでですね、経験値ボーナス 10%、ゴード 10% がゲットできるのでおすすめです。そして、まあ、パーティーだったり、ギルドを組んだ時にですね、まあ、会話を良くすると思うんですけど、マクロっていうところにですね、挨拶とかを登録できますので、こちらもですね、ぜひ登録して、この点々点ってとこを押すと、入力をしなくてもすぐ、こんちゃのシーンのよろしくです。ありがとうございますっていう入力ができますので、こちら設定していただければと思います。はい、駆け足だったんですけども、レベル16から30にかけてですね、
最初に知っておいた方がいい攻略チップス10個ご用意させていただきました。こちらの動画ですね、参考になったって方ですね、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。何か、わからないことがあればですね、コメントお待ちしております。ヒューゴ2、体験のトレイズ、ダークアニマ所属となっております。ぜひ興味のある方はですね、一緒に、ゲームしていきましょう。ではまたお会いしましょう。